日本航空、JAL ラウンジ JAL ラウンジは、日本航空が運営するラウンジである。JAL が設置するラウンジは、国際線搭乗者用と国内線搭乗者用がある。これらは高品質なインテリアと余裕のある空間に、加え、無料で様々なサービスが提供される。利用基準は、JAL マイレージバンクの会員ステータス、または、搭乗クラスによって決められている。また、ジャルが所属する、 航空連合、ワンワールドの上級会員ステータスを所持していて、利用基準に合致した場合でも利用できる。ただし、羽田空港の国内線桜ラウンジに限っては、この利用基準に合致しないものでも、別途料金を支払えば利用できる。なお、エコノミークラス利用者でも、特定便を利用する場合は、無料で利用可能な場合がある。2017年10月現在は、 羽田発ロンドン行き JL041 便限定で5階の桜ラウンジを一部のサービスを除いて利用できる。桜ラウンジではソファ席とテーブル席が用意されるほか、ファックスコピー機、無線ランシャワー室、喫煙室、トイレなどが準備されたコーナーがあり、無料でソフトドリンクアルコール類、つまみ、新聞、雑誌、機内誌、スカイワードが提供される。他には、 子供ラウンジ、レディースラウンジもある。また、空港によっては、マッサージ室や行為室が設置されていたり、無料で、軽食も準備されている。国際線の桜ラウンジでは、軽食をとれるように、パン、寿司、おにぎりや、うどんですかい、などが供されていることもあるが、各空港の桜ラウンジごとに提供されるサービスが、異なる。東京国際空港。 成田国際空港の国際線で供される JAL 特製オリジナルビーフカレーは名物となっている。JAL ファーストクラスラウンジダイヤモンドプレミアラウンジでは桜ラウンジのサービスに加え専用のカウンター、手荷物クローク、保安検査場が用意されている。ラウンジのレセプションで航空券のステータスプリントを確認した後、ラウンジ内の保安検査場でセキュリティチェックが行われる。 チェック項目は通常の保安検査場と同一だが、搭乗客への扱いはより低調に行われる。ラウンジ設備は桜ラウンジとほぼ同等だが、桜ラウンジにはないマッサージチェアが準備され、パン、おにぎり、スープ等の無料サービスがある。使い捨てのコースターナプキン、おしぼりが専用の仕様である。また、最大の特徴として、繁忙時間帯でも桜ラウンジで発生するような、 満席にはならない。なお、桜ラウンジと同様に、JMB ダイヤモンド JGC プレミアについては、本人以外に同伴者一人も利用可能だが、登場する機材のファーストクラス席利用は、ファーストクラスの登場券を持つ本人のみとなる。また、ここでは、JAL ファーストクラスラウンジ、ダイヤモンドプレミアラウンジクーポン以外の、ラウンジクーポンを使用できない。 ジャルファーストクラスラウンジ、ダイヤモンドプレミアラウンジ、桜ラ,ラウンジは、ハブ空港にのみ設置されている。それ以外の空港には、ジャルラウンジや他社との共有ラウンジが設置されている。利用基準は、ジャルラウンジ等でも基本的に共通である。日本航空の航空路線が設定されている空港を抜粋し、同社の運営ラウンジを記載する。他の空港では、 ワンワールド加盟航空会社との共用ラウンジなどが提供される。成田国際空港国際線の桜ラウンジ、東京国際空港国際線の桜ラウンジ、東京国際空港国内線のダイヤモンドプレミアラウンジ、大阪国際空港の桜ラウンジ、ラウンジサービス。日本航空。2013年12月22日閲覧。国際線、ラウンジサービス。 日本航空2013年12月22日閲覧国内線搭乗クラス別ご利用基準日本航空2013年12月22日閲覧国際線ラウンジサービスの搭乗クラス別利用基準ご利用基準日本航空2013年12月22日閲覧国内線ラウンジサービスの 搭乗クラス別利用基準羽田発ロンドン行き JL041 便限定ラウンジサービスについて日本航空提携航空会社であるアメリカン航空のラウンジアドミラルズクラブ内で JAL 独自のサービスを実施している新千歳空港 JAL の国内線ラウンジのリニューアル工事実施について日本航空 https://www.jal.co.jp://dom:/150904.html2015 年11月9日月欄。那覇空港国内線桜ラウンジリニューアルオープン日本航空。 http://press.jar.co.jp:/ja/release/201702/004165.html2017 年2月18日閲覧。ありがとうございます。